どうみさん、リンクでございます。コーンスネークホロンの身体測定動画63ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、先月ね、ド派手にウンティーをされてしまったんで今月は大丈夫だと思います。はい、行きまーす。はい、行っといて。なんで、なんで、よし、えい、あ、今日は早いね。多分ね、今日はね、めちゃめちゃおとなしいと思うんですけどね。さて、なんぼでしょ。お、ちょっと軽いね、ちょっと軽いね。まあまあ、出しただけなんですよね。食べてないんでね。1.085kg ってことですね。ちょっと軽くなってますね。まあまあ、これはね、当たり前ですよ。食べてないっす。食べてない。出しただけなんで。出しただけなんでね。当たり前っちゃ当たり前でございますけれども、まあ、その辺をね、詳しく喋っていこうかなと思います。よし。うわまだホロンだと片手で操れる。片手で、この、入ってるやつを操ることができる。マルスは無理。よし。ということで、63ヶ月目のホロンです。もうパッと見た瞬間わかると思いますが、脱皮前です。はい。脱皮前ですんで、マッチロ結果です。いやでもね、このね、ゴーストがね、ちょっとこう白っぽくなってんのね、綺麗だと思うんですけどね、結構俺。これ。神秘的ですよね。なんか、白っぽくなったせいで、ピンクっぽくなってる気がするんですよね。もやがかってるせいで余計に。すごく綺麗だなと思いますけどね。これはこれで、カラーとしてありなんじゃねえかなと思うんですけど、どうですか？そうでもないですかね。まあ、脱皮前ということでですね、ほとんど動きません。水飲む以外で動いてるとこほぼ見ないですね。最近はシェルターには入らないで、ポケーっとしてることが多いなという印象ですね。まあ、その脱皮前にシェルターに入るか入らないかっていう基準がね、いまいちよくわかんなくて、どこでどう判断してるのかよくわかんないんですけれども、まあ、ホロンその時々によってですね、入ったり入らなかったりという形でございます。今回は入らない気分みたいです。入ってないですね。外にずっといます。まあ、ただ今日こうやって、身体測定で外を出して、こうしたりすっと、またなんか気分変わって入ったりするんですよね。ちょっとなんかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず、この、ね、今取り出してくるまではずっと中にいました。じゃあ、外ですね。外にいました。外でグデーンとしてましたね。で、それまで、脱皮期間入る前は食欲すごくありそうな感じでした。もう餌かなっていう反応がものすごかったんで、おそらく、この脱皮した後すぐぐらいに排泄して、もうすぐ餌という形になると思います。本人的には今脱皮期間じゃなければ、もう餌欲しくて欲しくてたまんなかった状態から入ってますんで、まあ脱皮終わった後もお腹ペッコペコだと思います。おそらくね。まあなんですぐ給仕っていう形になると思いますんで、まあ今ね、一番体重は軽い状態かなというふうに思いますね。止まると焦るよね。うんちすんじゃねえかなって。止まると焦る。いや、今回は大丈夫だと思う。あんまりこの、なんていうんですかね、真っ白血検の時にうんちしたこと過去ないんで、大丈夫だと思いますけどね。ここまでもう5年の、付き合いですけれども、そういったシーンは見たことないので、大丈夫かと思います。はい、おそらくですが。まあ、基本的には変化ほぼなしということでございます。何も変化なく、順当に成長、順当に成長っていうのかな、もう順当に生きてくれてますね。特になんかコメントすることもなく、もう淡々としてますよ。日々も見て、元気っつって見て、水飲んでるっつって、水飲んで確認したら、オッケーオッケーっつって、あー、脱皮かーっつって。毎日の世話っていうのはもうほぼないに等しいですね。非常に楽ちんなもんでございます。この辺がヘビの楽なとこですよね。やっぱりこう、レオパとか、そういった子たちが、まあ、リクガメもそうでしたし、自分飼ってた時とか、まあ、カメレオンとかもそうでしたけど、やっぱ餌あげる頻度が結構あるんで、それなりにその、生き物とコミュニケーションするタイミングっていうのはあるんですけれども、懐く懐かない置いといてね。ヘビはほんとねえね。餌をさ、ほんと食べねえから、こっちから意図的にハンドリングしたろうとか、そういった気概がない限りは、全然コミュニケーション取る気がないですね。おるなっていうぐらいなもんで。まあそこがヘビが楽だと言われるゆえんだったりとかするわけでございますけど、まあその分ね、こう、噛みつかれるリスクっていうのはね、他のレオパとかそういうのに比べると高いかなと思いますし、まあ噛みつかれた時に厄介なのはこっちかなというふうに思ったりしますけれどもね。なかなかやっぱ、コーンスネークでもね、ホロンでもやっぱり触るときちょっとドキドキしますよ。本当に噛まねえかなっていうところは思ったりします。マルスで噛まれてからやっぱりね、油断は絶対ダメだと思うんで、絶対大丈夫っていうのは存在しないと思うんで、まあ口では言ってたもののね、
口では言ってたものの、やっぱりどことなくもう何年もの付き合いだから大丈夫かなみたいな気持ちになっとったんですけども、やっぱその油断が良くねえなというふうに感じております。まあこの子コーンですからあれですけど、カリキンとか飼ってる方だったらもっと噛まれるリスク多分あるわけですよね。カリキンめっちゃ噛むイメージですからね。まあそのなんか意図的に噛んでんのか餌と間違えて噛んでんのかってとこあるんですけれども、そういったイメージありますから、カリキンでこのサイズ飼ってる方とかだとやっぱりちょっと噛まれる心配っていうのは警戒しながらこういう世話する形になるのかなというふうに思いますけどね。程よい緊張感があるかもしれませんね。うん、まあ蛇の良さ一長一短というところでございますな。世話自体は本当に楽ですね。でちょっとね、まあこのことは直接関係ないっちゃ関係ないんですけれども、最近ね思うんさ、何もないことの幸せっていうのをね、まあいつも言ってるんですけど本当に痛感してて、まあ一部の方ね、まあ私のツイッター追っかけられてたりとか、ブログ追っかけてくださってる方は、まあもう重々ご存知だと思うんですけれども、うちもハリネズミ飼ってるんですけども、そのハリネズミの子がちょっとまあ、体調は良くないんですよ。まあ手術したりとか、まあしてるんですけれども、思った以上にこう、なんていうんですかね、病気っていうんですかね、進行してたりとかいうことがあってですね、まあわかんないですよ。ホロンも今、自分が見た限り、いや、とても健康なんじゃねえかなと、特に何もねえんじゃねえかなと思ってますけれども、見えないところで病魔っていうのはですね、忍び寄っとっとですね、まあすごい実は変化が中では起こってる可能性はあるんですけれども、やっぱこう、身体測定で何も報告しなくていいっていうのは、素敵なことっていうか、まあいいことだなと思います。つくねなんて、まあハリズミのつくね、先月の身体測定動画もう喋ることいっぱいいっぱいだったんですよ。もう入院した、手術した、その手術がどうでこうでっつって。で、たちまち今月の身体測定も多分ね、その手術の、まあ結果のやつがね、来てからはまだ動画撮ってませんので、その話をすると思うんですけど、そうするとまたね、内容てんこ盛りなんですよ。で、内容てんこ盛りっていうのは、その動画的にはね、いいんかもしれないですよ。動画的にはね。動画的にはとてもいいんかもしれませんけれども、一、こう、飼育してる生態っていう単位で考えたときに、本当にこのホロンとか、まあ他の子たちでもこう、全然喋ることねえわ、つってる子いますけれども、って言えてんのは、え、嘘だろ？お尻今、膨らんだ？大丈夫？嘘？この状態で今までそんなのしたことねえけど、マジ？え、本当にホロン？今俺、すごくいいこと言おうとしてたけど。自分で言っちゃ世話ないでございますな。はい。まあでも、ここで、いやー、言うことねえな、喋ることねえなーって思いながら、こうやってダラダラと動画撮ってる、この時間っていうのは本当にかけがえのないものだなと思います。本当になんか、今、現在進行形でね、とても手がかかる子がいると、この時間はとても贅沢なんだなってことを痛感させられます。いつ、ホロンだったりとか、まあマルス、他のオレバーとかもそうですけれども、たちがそうなるかわからないですよ。まあ爬虫類の場合はそういうのが見えたらもう、ほぼアウトだと思いますけれども、いつそうやってね、いやー実は今月こんなことがありましてっていうことを、ここで報告することになるのかわかんないですけれども、そうならない幸せっていうのを、ちょっとここ数ヶ月は噛み締めてるなと思います。特に、先月、まあ、手術したりとかハリネズミがしてたんで、まあ、それと、あとまあ、今月の時にですね、まあ、その、病気の結果良くなかったわけですよ。手術してね。まあ、腫瘍を取ったんですけど、その腫瘍があんま良くないものだったんですけど、そういった結果をですね、こう、喋らなあかんなってなると、こう、喋らんでいこうっていうのは、本当にありがたいことだなと思います。このまま順当に元気でいってほしいですね。自分が今見て、いやー、何も異常ねえんじゃねえかなって思ってる、その感覚が正しいことを、切に願います。本当に。実は体内ですごい病気進行してましたとかなってくると、それが分かった時にね、ショックじゃないですか。やっぱ何ヶ月もこうやって、いやー全然大丈夫そうですよみたいな話してんのに、やっぱショックですんで、そういったことがないことを願いたいなと思いますけれども、まあでも過去に爬虫類、まあカメレオンですけれども、生まれつきの先天性の腎臓の不全で亡くしましたけれども、まあその時も症状出たのは急にやったんでね、でも出た時にはもう遅かったんで、なかなか爬虫類はその辺は難しいかなと思うんですけれどもね。ちょっと世話は少ないんですよ。確かに少ない。水入れ入れたら水飲みに来て、はい、おしまい、ちゃんちゃんつってね、普段もじっとしてますし、餌あげる時ぐらいなもんで、ほぼ触れ合わない限りは何も変化ないんですけども、できるだけね、細かい変化っていうのには気づいてあげたいなと思います。まあ、今回ハリネズミも幸い発見は早かったみたいですんで、あれなんですけれども、この子たちもね、そういったサインがないかどうかっていうのは、もうしっかりと見ていきたいなと思いますけどね。まあ、出してでも気づけるかどうかっていうのはあるんですけれども、やっぱね、
見る回数多かったりとか、まあ、その見る瞬間ちゃんと見てたりしないと気づけないわけですからね。その世話が少なくても、その世話が少ない瞬間なりにちゃんと見てあげられたらなというふうには思います。まあ、最近特にそれを痛感してますね。この子が一番今我が家ではね、まあ最年長かどうか分かんないですよ。生まれてからのちょうちに来るまでちょっとラグがありますんで、本当に最年長かどうか分かんないですけども、一応うちでね一番長く飼ってる子になるわけですから、まあ、今後何事もなくね、あの順当にいってくれればなと思います。はい、寿命的にはこの子よりも多分先に寿命を迎える飼育してる生態って他にいますんであれなんですけれども、この子もやっぱり将来的なもんから考えると心配事が出てくる子なのでね、このままいけばいいなと思います。最後本当に亡くなるなっていう月まで、いやー今月も特に何もなかったですわって言い続けられるといいなと思います。はい、という感じで全然関係ないこの話をしてましたけれどもね、今回やっぱり脱皮前だからめっちゃおとなしかったでしょ一瞬尻尾持ち上げてちょっと怖かったですけど、ね、やはりこの状態では糞をするの見たことありませんのでセーフですまあおそらく来月の身体測定では脱皮した後の綺麗な姿とは言えないかな、多分脱皮してちょっと結構経ってからになると思います。多分ねもうすぐすると思います。今週中にはすると思うんで、あの脱皮してからまたちょっと相手からのね姿にはなるかと思いますけれどもね、まあまたそうやって脱皮した直後だったり脱皮前だったりいろんな姿のフォローをお届けできているのは良きかなと思います。はい、ということで今月これぐらいにしたいと思います。なんかすげえ噛んだ見ていただいてありがとうございました。まあよかったら来月の身体測定とはあるいは他の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。